安倍晋三元総理の国葬に鈴木直道知事らが公費で出席したのは違法だとして道内の弁護士らが公費の返還を求めた裁判の発弁論が今日開かれました訴状などによりますと安倍元総理の国葬に鈴木知事らが出席するために道が公費を支出したのは地方自治法上の根拠がないなどとして道に 知事と同議会議長におよそ40万円を返還させるよう求めています発弁論で原告代表の池田健太弁護士は住民から政策決定過程に異議申し立てがなされていて誠実真摯に向き合ってほしいなどと訴えました一方被告の道は国葬儀への参列は社会通念上相当の社交儀礼で公務に当たるとして請求の棄却を求めました 次回の口頭弁論は来月30日です。